キノコ中毒では、キノコを接触したことによる食中毒について解説する。ただし本校では、キノコを食材として用いた料理が、食中毒の原因となる細菌などにより汚染されたことなどによって発生し得る食中毒については省略する。毒キノコによる食中毒の症状は様々であるが、主に原形出毒性型、神経障害型、 消化器障害型の3つに分類されるが、中には、毒ササコのような、得意な毒性による例も存在し、食用のキノコでも、加熱の不十分や生殖、古くなったもので、胃腸障害を起こすことがある。火炎だけ様々な臓器や細胞に作用し、致死率が高い。笑いたけ神経系に作用し、原子、幻聴、近く麻痺、激しい頭痛、めまいといった症状が見られる。 月夜竹接触後20分から2時間で、吐き気、嘔吐、全身の倦怠感を発症する。主な毒キノコは月ベニタケ、草キ紅竹、ジ、しめじ、苦タケ、毒紅竹、足紅グ口、毒カラカサタケ、オオ竹、大カからサタ竹。毒性成分として、ラノス体系トリテルペン類のイルジン S、M、ファシクロールが確認されている。 キノコの毒性成分は加熱により分解するものが多く、生殖や加熱不十分により食用キノコでも胃腸障害が起きる。発生件数が多いのはマイタケ、ニオウシメジ、といったシアン酸性菌、紫シメジ、シメジもどきなどである。また、シイタケ、マツタケもアレルギー性胃腸炎を起こした例があり、特にシイタケでは過剰摂取によるシイタケ皮膚炎。 胃腸障害を起こした症例の報告が多い。この他に、かつて食用とされていたキノコによる食中毒として2004年に発生した杉平竹の急性脳症がある。杉平竹は人工透析を受けている人機能障害のある人が食べると急性脳症により死に至ることがある。また、人機能障害のない人でも発症した事例が確認されている。 毒キノコのほとんどは、端子菌門に属しており、特に、腹ケ目の一部のトガに多い。腹ケ目の内天狗ケカは、致死率の高い種が多く、キシメジカは日本で、中毒の発生頻度が高い月をカ柿シメジを含む。萌え木ケカには、幻覚症状を起こす毒キノコが含まれている。また、シノのうモンでは、上り竜ケカに属する、致死性の毒キノコが知られている。 ほとんどの毒キノコは不正菌に分類されるが、菌根菌の毒キノコには、天狗竹か、風船竹か、紅竹かなど、毒性の強いものがある。草裏紅竹かきしめじ、日本では約2000種のキノコが確認されているが、その中で毒キノコは約150種、中毒事例の多い種は約50種である。日本における、 自然毒による食中毒の中ではキノコによる事例が最も発生件数が多く死者数もフグに次いで2番目に多い。キノコの種別に見ると発生件数上位3種は月よたクソウラベニタケ、カキシメジであり、この3種で中毒事例の6割以上を占めておりキノコ中毒の誤産化と呼ばれることもある。また死亡事例では毒ツルタケが最も多い。 キノコの自生数はその年の気象条件などの影響を受けるため、中毒の発生件数は年による変動が激しい。日本での発生時期は9月、10月に集中しており、1989年から2010年では、中毒事例のうち9月、10月の事例が86%を占めていた。地域別に見ると、関東以北の新潟県、長野県、北海道、 山形県、福島県、岩手県など、伝統的食習慣で野生キノコを盛んに摂取している地域では、中毒事例が多い傾向にある。日本でのキノコ中毒の主な原因は、毒キノコを食用キノコと間違えて採取してしまうことである。また、科学的根拠のない迷信言い伝えが、食中毒の原因となった事例も報告されている。 そのような迷信や言い伝えの例として、日本で行われた、自然毒に関する迷信のアンケートの結果では、地味な色のキノコは食べられる、塩漬けにすれば、毒キノコでも食べられる、茄子と一緒に料理すれば食べられる、虫食い跡のあるキノコは食べられるなどが挙げられている。ありがとうございます。